レディースジェルメン、僕たちがクリスマスカラクランです。ようこそ。さあ、というわけでね、未だ見ぬ未拓の未開拓の地にやってきたぞという。初めて来た。初めて来ました、はい、そう。こちらね、まあ、後ろ見ていただいたら分かる通りなんですけれども、高円寺駅にやってまいりました。皆さんどうですか、高円寺は来ますか？よく来てました、昔。そうか、よく来てたんだ。はい。あ、そうだ、ね、ごめんね。高円寺、やっぱ飲み屋もいいから。そうそうそう。そうですね、下町飲み屋さん。その駅の下にが、もう飲み屋街みたいになってる。飲み屋やもん、今日。いや、でも絶対、あ、りょうたくんは無理だよ。りょうたくんは入る。りょうたくんは意外と好き。行こうや、飲み。住むわ、高円寺。絶対無理。絶対無理。まあ、今までさ、YouTube、まあ、2年で近く以上やってきて、はい、まあ、来るの初めてじゃないですか。で、まあ、そんな高円寺で今日は何をするのかということでございますけれども、早速タイトルコール行ってみたいと思います。ホッスキが買い物in高円寺。よし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 。早々に第2弾でございます。まあ、あの第1回買い物王はね、上野駅の、はい、まあ、アメ横でやらせていただいたんですけれども、そちらまだ見てないよって方はぜひね、あのチェックしていただければと思うんですが、今回は、買い物王第2弾高円寺編ということで、はい、ここなんかあれだ、傾向としてはやっぱドープな街に。そうおしゃれな街とかじゃない、ドープな街。ドープな街、確かに。今回第2弾高円寺編、こちらテーマ、1万円以内で一番大きいものを買ってきてください。大きいです、大きいもの。もうビッグ。まあ、そのジャッジしていただく、まあ、マネージャーのね判断に委ねるんですけれども、はい、まあ簡単なルールでいきますと、まあ2人1組に分かれていただきます。で、まあ今日5人なので、まあ2、2、1で、まあ1人と、2人がペアが2つ、はい、で、3チームに分かれていただいて、1万円以内で一番大きいものを買ってくる。ただこれだけでございます。だからもう 2m の外国の方とかがいらっしゃった場合、はい、ちょっと、そう、もう1枚で出てくれへんかと。大きさでね、順位がつきますと、はいはい、で、3位の、チーム、まあ、一番ちっちゃいものを買ってきてしまったチームは、1位のチームのものを、代金お支払いしていただきます。あ、まあ、これ罰ゲームです。これないと燃えないですから。そうやな、仕方がないね、それは。せーの、グッチョパーで分かりましょう。おお、はい、おおえ、一緒やん。お前と一緒。ここが違う。違う。前回、アシャですから。俺ら1位ですから、前回。伊勢海老買うんちゃう。伊勢海老買うんちゃう。伊勢海老。はい。こん中で唯一一人が絶対無理な男。そうだね、この4だったらいけるけどね。そうそうそう、というわけでですね、本日は、ここ高円寺でお買い物を第2弾やっていきたいと思います。はい。それではやっていきましょう。It's Showtime! はい、ということで。はいはいはい。もう2回連続ペアやったら、うん、もうここも買って、そうやな、次もペアで、うん、でもう鉄板のね、買い物言えば蓋はずやでって言われるぐらいのね、入れを残すためには今日絶対勝たなければならない。今日大事やな、大事やねんな。あっちね、あっち側高級リラックスです。なんかいいね、ちょっとさ、なんか俺らさ、今回のテーマあれにしようよ。ただ買い物するじゃなくて、あのちょっとその俺らとのデート感を楽しめるところにしよう。ああ、なるほどね、高円寺デートだ。これですね。いや、俺一応さ、自分男の体で歩いてるんだけどさ、自分より背高い女の子、ちょっとなんかあれだな、俺申し訳なくなるね。嫌じゃないけどね、全然。一番なんか一番でかいかもしれない。これでかいな。でも M って書いてんな。 M サイズなんですよ。めっちゃでかないですか。膝まであんもん。ダウンジャケットめちゃくちゃでかい。これ聞きたいけどさ、うん、あのリサイクルショップがあんのよ。あ、そうなの。でやっぱリサイクルショップってその街のなんか色が出るやん、うんうんうん、だからちょっとええもんに出会えるかなって。これこそマジで運になると思う。確かにな、うん、他のチームが行く前にもう決めたんや。そうだね、そこのね、あれ多分リサイクルショップ。心強いやん。任せてください。家系マックス。ねえねえ、高円寺はさ、アニメタウンとしても調べるんだって。ガンダムの生みの親、サンライズ社をはじめとするんだって。ガンダムのさ、大きいポスターとかさ、そういう研修。ちょっとガンダム探そう。うわっ、でかい、これ。だってガンダムを買えばいいんでしょ。そう。いや、ちょっとダメ、その、何、1分の1等身で買おうとしてる。等身大ガンダム行こうとしてる。あれ、お台場と同じサイズやだよね。やばい、マジで。ほんまにやばい。
意外と時間なかった。いや、すごっすね。なんか全然そんな時間あんのって感じだったけど、すごすぎる。1時間がもうある程度目星をつけたんですけど、まあね、タッパーだけじゃなくて、こう見た目のインパクトとかおえってなるものをもう見つけたんで、はい、それでいきますか。立てるだろう。ちょっとさ、これさ、これまだ映さない方がいい。まだ映さない方がいい。そうだね。ちょっと一旦ちょっと人だけ映って。ということで、はい、田中健二チーム、お買い物なんと1店舗目で終了しました。これはね、ちょっと、まあ、ちょっと一旦外出ましょうか。ちょっとね、映さないようにね。ガチで、でも素敵な出会いした。これはね、なんか、高円寺っていい街だなと思ったね。フラット入ってみて、まさかと思って、これはちょっと熱いぞと。うん。まあ、これでね、負けたら、もう、これはさ、結構諦めつくよ。まあ、これで負けたらもうしょうがない。これはもうちょっといい。これは非常に。こんな服装でこんなことしてるのが一番恥ずかしい。ほんまに。何してんのやろ。普通に私服着て、こんなの運んでる人おらんすよ、マジで。ちょっとおもろかったな。でかい、もう、いや、うん、おもろいな。おもろいな。で、ちょっと何がおもろかったかって、この店で決めようって店があったんですよ。入っていったら、もう速攻で、YouTube ですか？はい。1万円。1万円。知ってる感じで言われたからって言ったら、もう2人入ってきたと。2組が来て、で、こっちは企画言う前に、もうあれ以上にでかいもんはないです。そこからスタートしてるでもじゃんけん勝ったやつから順番決めます。こいつが何倍来たか。あ、オッケー。せーの、最初グーじゃんけんほい。はい、これでしょ。最初グーじゃんけんほい。じゃあ2番だ。よし、2番サバおいーい。で、1番な。1番今夜じゃあその順番でやっていきます。はい、行きましょう。じゃあ、りょうたくんからどうぞ。それでは、僕たちが買ってきた商品こちらです。ドンドドン、スターウォーズエピソード1、こちら飛行機ロイヤルスターシップでございます。かっけー、欲しい。これすげー、これやばいよね。宇宙船。そう、宇宙船、宇宙船です。すごい、欲しい欲しい。ちょっと開けてみますと、開けて、すげー、すごい。本当に1万円で出せるもので、これなんなら値下げしてもらったんですよ。で、これだったら1万円でもいいよって言って、ちゃんとしてる。マジこれ組み立てなんだ。そうです。うわ、でっか。これですよ。おー、かっけー。うわー、すごい。これはね、男の子も興奮したじゃないか。すげえ。どうですけど、これ。おお。こちらでございます。おー、すげえ。これやばいよね。イカ、なんか、イカじゃないです。これ、ほら、中にね、人がね、ピットも見えるやん。しかもこれ、まあ、僕らの画角でもね、ちょっと紹介させていただいたんですけれども、まあ、皆さん行きました。スターケースさんっていうお店ですよ。2階のお店なんですけれども、こちら、まあ、店内がちょっと撮影できなかったということで、お店だけでも紹介させてください。買わせていただきました。これはね、
こういうのね、多いんですよ。このサブカルのさ、このちょっとその、カルチャーね、そう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 。こういうののコレクション系のやつ。すごっ。これはちょっとやっぱりね、男の子の心をくすぐるぞと。おもちゃです。で行くと、でかいでかい。めちゃくちゃでかい。めっちゃでかい。で多分もっと高かったけど、1万円でいいよ。うわぁ。天使の心意気、これでかい。おもちゃ、でかい。本当にね、大きいもいろいろあると。そうそうそう。本当にこれはね、心揺さぶられるよね。なるほどね。これちょうど何で、これにこう。がまあ。最初ぴったり。うん。お前ぴったりよ。めっちゃ甘いよ。というわけで僕たちが、紹介するのはスターウォーズの、このおもちゃですね。ナイスショット。ロイヤルスターシップ。素晴らしい。ナイス。ナイス。1万円ジャスト。おぉ、ジャスト。ジャスト。もうこれ1万円でいいよと。見た見た。見た見たで顔してた。素晴らしい。すごい。はい、というわけで、では最後、風太くん、はずくんチーム。来ましたか。ちょっと振ってくるわな。はい。でかいから。お前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 ピーターズ呼んできて、持たれんから、俺らだけじゃ持たれんから、ピーターズ呼んできて。でかいのピーターズを。でかいの一つ。なんか、その通りで。前回も聞いた紙袋の音がするんで。じゃあ、目を開けてください。せーの。え前回と一緒ですね。うん、しますよ。行かせよ。あ、そういうこと。え、ちょっと。おお、なんかでかい机でもいいし、なんか壁にかけてもいいし、何でも使える。これめちゃくちゃ高円寺だよ。これ、ちょっと、このね、これがね、文字。梵字って言って、仏教のこの字の中で、一番強い文字が、ここに書かれて、これなの。そう、これが一番仏教に強い文字だよ。あそこね、文字で強いよ。もう実質、道明寺と同じ考えです。なるほどね。これはもう、しかも、これでかい。さっき言ってたよな。でかいにもいろいろある。まあもちろんやっぱサイズは、最重要要素。これ、まあじゃあ俺はでかいのですね。俺はちょっと買います。お値段。できる30。予算も全然かけてません。予算も全然かけずに、はい、まあ1位であっても、こう、ビルの人もね。まあまあまあ。すごいね、これ。うん。ということで、俺らの年商で、これも前回覇者ってね、こう、はい、ドーンともうかざしてくれました。はい。なんか、その、キモいことにさ、その、アイデンティティがあるのよ、ちゃんと。それがうざいんだよ。アメ横のあのさ、モデル組屋さんのチャカとかさ。ほら、素晴らしいよ、これ。これでも、ちょっと俺からしてる。隠すぞ、隠すぞ。引いて。めっちゃいい。DJ ブースみたいな。判定しました。判定しました。スターウォーズ仏教バージョン。一番強い文字だ。1位は、ジョータ。やーっしゃーやーっしゃーしゃーちょっと、ちょっと、でかさっすよね。一番、まあ、想像してなかった回答。いや、もう持ってきたんだけど、インパクトもね。そう、もうすべて含めて。おー、これは、どういう、まあ、確かに、理由をちょっと。頑張った。そうね。あ、でもまあ、じゃあ、ゆうさん、りょうたくんの優勝だったんですね。はい、はい、やられた。結果、これか。はい、じゃあ、流れ変わったな。やばい。2連覇して、次もみたいな感じで、どっちが3位かで、もう、ケツまで考えてていいよ。で、ちょっと3位を、行きましょう。発表してください。さあ、ご検知。でかいなぁ。でかい、やばくいかな。これで一番は、ね。うれしい。まあだって、な、マネージャー判断にしようって言ったのは、もう、これの救済やからな。大きいものって言って、
まあ、あんま大きくない。おもちゃの中では大きい。そう、おもちゃの中ではそう。ということで、今回の買い物。はい、これ1位、リョーナです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あとまあその、なんだろう、その第1回がまだ YouTube にね、投稿されてない段階で、そう第2回は撮ってるんですよ。そうだから俺これ再生もされずに金だけ使って会おうみたいにで、残念だったねとかコメントで煽られ見てね。お前マックスで金使ってもな、1万円以内で1万円のもの買って1万円のものを払わなあかんくて、前回は4万のもの買って俺らの4万払わなあかん、もう10万動いてんねん。ね、やばこれ再生数がいっぱい回ってほしい。せめて切実な映画勝てないかったけど見てほしい。せめてそういう気持ちで、今度再生回らんでもう二度とこの企画やんなきゃいけない。そっちにバトルが入るんじゃない。再生なんか回ってるじゃない。というわけでこの動画がいいと思っていただけた方、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。また明日の動画でお会いしましょう。